ティーヤにね船をくぐるってことはさせてもらって、もともとコンクリートの強度があるかどうかがちょっと分かってなくて、足場をそもそもかけれないんじゃないかって話があったので、それは問題なくクリアできた。ティーヤそのものをちゃんと見れて、どうやったらできるっていうのは大体分かったので、先端もらっといていいですか？今、沖の方のピアに、接岸しました。伊佐治さんが、ロープでピアを一周してですね、船を固定することに成功しました。了解了解。
はい、いいよ。作業だな、これ。ロープも切れたし。ロープ切れたんですか。ロープ切れちゃった。すごいですよね。この一回じゃ絶対足も作れないですよね。作業ができない。このガーブサウゴが切れて、そしたら上がったら、あ、そうなんだ。28日か。あ、それ以降今日は。そうですね、入れなかったというか、はしごをかけれなかったので、まあでもそれはなんか機材とか部材の問題ではなくて、単純に今日風が強い、波が強いってだけなんで、それに火を改めれば、もともとコンクリートの強度があるかどうかがちょっと分かってなくて、足場をそもそもかけれないんじゃないかって話があったので、それは問題なくクリアできた。ピーヤにね、船をくくるってことはさせてもらって、水中が濁ってるっていうこと、そのピアの中の水が濁ってるっていうようなその情報があったんですけど、多分その今日海の方も入らせてもらって、海もまあまあある程度やっぱり濁ってた。で、多分あれがそのままやと思うんで、その5センチぐらいしか見えませんでしたっていうことでしたけど、多分あれがそのままなんやったら、まあ1、2メーターは見える、 1.5 ぐらいなんで、透明度が。作業としては中に入れてしまえばできるのかなとは。でも今回そのピーヤそのものをちゃんと見れて、どうやったらできるっていうのは大体分かったので、あ、でも31はあれやな、めちゃくちゃ早くなったんですね。満潮が朝の4時と18時4時ぐらいでいいかもしれない。うん、まあ風が弱いんで、朝のそれぐらいの方がもう明るい、4時半やったら早くしてる間に多分明るくなるから、ね、仕事も入らないしね、朝4時間こっちしか入らないから、まあ、一応汗っぽしょうがないから、とりあえず31っていうか31は開けるように努力するわ。僕もそれちょっと痛い。